校内暴力の加害者として濡れ衣を着せられたカンボクス。9年後、中退していた高校へ再入学することになったボクスは、初恋の人でもある同級生スジョンと教師と生徒として再会する。主演ユスンホの制服姿がたまらない大人の学園ラブコメ、ボクスが帰ってきた、1月6日スタート。